落ちてるそうですね。だからその核武装を今議論すべき時期にね、明らかにもうだいぶ前から来てるわけですよ。これは韓国においても日本においてね。で僕はあの3つそれがあって、1つは、まあ、冷戦が終わってですね、もう今本当にグローバルなですね、多極化っていうんですかね、まあ、今までアメリカとソ連が核兵器をね数万発こう持って対峙してたわけですね。それが崩れたわけですね。で一瞬アメリカがなんか世界の支配みたいになったけど、それもあっという間に崩れたわけですね。ものすごく世界の秩序が多極化してるわけで、そういう中でですね、まあ、一種のグローバルなもう戦争状態に入ってるわけですね。それからもう一つはあの核不拡散条約っていうんですかね、 NPT 体制ですね。これはもともと連合国ですかね、アメリカ、ロシア、英国、フランス、そして中国という、まあ、核保有国が他の国にね核を持たせないために特に日本に持たせたんですよね。ただもう事実上これもですね、例えばパキスタンとかインドとか、まあ、北朝鮮とかっていう形でもうこの NPT 体制自体が今崩壊しつつあるわけですよね。だから3つ目はやっぱり日米安保条約っていうものが果たしてどうなんだろうかと。今までは冷戦の時はね、アメリカの核の傘って言ってましたけども、いくらなんでもアメリカもねそこまで日本を守ってくれないだろう。これは尖閣の問題なんかでも議論になってますし、あのオバマさんになってから特に2012年の1月かな、軍事予算を GDP の 2.7% まで10年間に減らしちゃおうと。今 4% ぐらいなんですよね。だから軍事費をぐっと減らしちゃおうって言って言ってるわけですね。さてそうなるとですね、日米安保体制そのものをやっぱり日本人はねこのままでいいのかというふうなね、アメリカにいつまでも守ってもらえるのかと、まして核でねっていう当然のことが出てきますね。それを考えるとやっぱり日本で今真剣なね核の議論っていうのをすべき時に来てんじゃないかっていう気がします。あるいはアメリカが守ってもらえるのかってことで、逆に言うと守ってもらうためにはこれまで以上に多くの貢ぎ物をしないとね、アメリカは守ってやんねえぞとこういう話になっちゃう。